KT ちゃんが10月6日日曜日に渋谷 WWW にて自身初のワンマンライブを行い、2025年1月13日、祝成人の日にメジャーデビューすることを発表した。渋谷 WWW 公演当日は、KT ちゃんが20歳の誕生日を迎え、高校生ラップ選手権で審査員としてその才能を見抜き、この日100円で出演した呂布カルマからケーキを贈られるサプライズも。その他にも先輩ラッパーたちが続々と会場に訪れ、大歓声を受け公演に花を添えた。公演最後の MC でメジャーデビューすることが発表されると大歓声と温かい拍手に包まれた。ファーストシングルリリースツアーとしてデビュー当日の1月13日月祝には東京、1月18日土曜日大阪でのライブを発表。そして12月27日金曜日にはインディーズ最後のパーティーの開催も告知され、年末年始は KT ちゃんのお祝いムードが熱くなりそうだ。最後の曲は10月6日公演当日にインディーズの最後のリリースとして配信されたデジタルシングルイマジネーションを投下。初めて聴いた人でも盛り上がれる KT ちゃん流ヒップホップ EDM でフロアにハッピーな空間を作り出し大番宴となった。そしてイマジネーションのミュージックビデオも YouTube にて公開された。リリース情報デジタルシングル「イマジネーション」2024年10月6日3リリース https://kthan.lnk.2/ イマジネーションライブイベント情報。インディーズラストパーティー2024年12月27日フライ東京。ファーストシングルリリースツアー2025年1月13日モン東京。2025年1月18日サット大阪。